やはりドラゴンか。手生えてるよ。ミコが呼び出さなきゃ現れないって話はどこ行ったのよ。何か乗ってる。あれが槍か。こんな状況ではまさか竜神も強化しているのか。乗ってるやつ、ムツタリの仮面みたいなのかぶってるな。もっとヤバいかも。あいつの背中、よく見て。何か取り付いている。人間か、あれの仕業か。この世で最悪の組み合わせだわ。この怪物の姿、目を塞ぎ、口を塞ぎ、何とも向き合わず、まるで…ユーファ、下がって。儀式どころじゃない。全員むさぼり食われるわ。戦うんですか。他に手があるように見えるか。ユーファ、私は危ない。ここで一撃。生きてるだけ偉い。やば。そういや、ムツタリの仲間おらんな。急に生贄をやめて人生の続きをやれなんて、そんなのどうやるの。仲間になれ。俺しかないの。私から生きる理由を取らないで。知らないだけなんだぜ。君に詫びたい。長い間ビルガ島の生贄はただの野蛮な犠牲だと思っていた。この靴で戦ってんのすげえな。ドラゴン待ってくれている。素晴らしい覚悟だ。だがな、しっかり見ろ。あれは神。人生を投げ打てば全てから救ってくれる。そんな神様きっといないんだ。立て、ミコよ。お前は救いたいのか、それとも自分が救われたいだけか。私は何時信仰に惑う人よ、憂いを抱える旅人よ。立ち止まることを言う。あなたは歩み出した。道を選ぶ時です。直前までわからんかったけど。ハッシュ族全員仲間にするんだな。緑の思いが好き。里の人たちが好き。みんな不器用だけど、一生懸命で。救いたいの。だから。ありがとう、気高き別れを選びし人。これよりは
恐れも不安もあなたの光。汝、王道を照らす輝ける星よ、目覚めなさい。救いが叶わぬというのなら、この命守ることに捧げましょう。飛んだ。皆さん、私も共に戦います。それはええんだけど、ボス戦いきなり。あ、そうですか。まあ、ジューナー決定。ここはヒュルケンベルグかな。ユーバ、戦えるの？バフデバフができれば最高。その力。答えが見つかりました。これも命の捧げ方。うん。なら手伝ってもらおう。取り付いてる人間って背中にいるあれよね。間違いないでしょう。あそこを狙えば人間だけを覗けるかもしれません。頭に剣刺さってるな。皆さん、遠慮はいりません。これは龍神へとを守る戦い。私も全力を尽くします。生贄なんてお断りなんだから、行くよみんな。なんかすげえ感じのやつ。先生、出番です。先生、やった。ユーマの攻撃が弱点に命中。歌姫の代、王者の魂はここに。剣風に弱いぞ。しかし風を持っていない。それはひどい。大丈夫、やれるよ。突きやれろ。弱点に命中。我が正義にかけて。風がねえ。これに切られた。なんでだ。バフが欲しいな。サマナ、なるほど。召喚、やった。ユーファの攻撃が弱点に命中。スーベラテンブリースト。ユーファで攻撃していくしかねえか。ありがとう。感謝します。すまない、加減はしない。ちょっとイベント戦の感じやるよな。この剣に口をしよう。我が剣、助け。レジスト。多分これ超魔法主よ。私に力。癒しの歌を届けてあげる。ヒュルケンベルグと交代する。真打ち登場ってやつか。本物の神髄を見せてやる。行くぞ。突きやれろ。風の関係で。風の力だ。弱点に命中。ストロール、その調子。攻撃回避。やるじゃない隊長。サマナ、来たれよ。やった。ユーマの攻撃が弱点に命中。歌姫、使いこなしてみせる。頼りにしてる。助かりました。ありがたい。落ち着いていこう。ウィザード風よ。弱点に命中。最善を尽くさない。王者の力、とろみに破れ。弱点に命中。皆が見ている。その調子。行きます。先生、出番です。すぐ楽にしてあげる。
お先どうぞ。恥ずかしくない。間違えた。ウィザード。メンバーチェンジしてみようかと思ってたのに。覚悟はいいか。この顔がちょっと分かりづらい。名前が出てる。ジュナと任せてはい、はい、大丈夫、加減はしない。突きやれろリーダー。風の力だ。うわ、友人から力を吸い取ってる。何言ってる。まずいな。この人に迫ってるよ。まあ、やるのとは一緒だ。やったー。ユーファの攻撃が弱点にね。ユージフの身のこなし使わせてもらおう。ないか。ないな。ジョーカー外したか。うん、落ちこの力で風よ。弱点に命中。貴族としては方が良かったな。弱点に命中。多分これも覚悟を。なくなった。ここまでしなくても。メシはないか。あ、食事アイテムあった。方全体なぁ。控えましょう。どうぞ。油断も慢心もせん、生き延びる。さすがだな。くー、弱点に命中。覚悟はいいか。強隊長。お貴様だ。先生、出番だ。勝ちだもんな。一回で終わりだよな。油断も慢心もせん。ヒーラー。よく思ったよりやるな。貴族と王者の力、この身に破れ。皆が見ている。その調子払います。すみません、ゴズメ。レジストな。これで備え。助かったよ。感謝します。恩に着る。落ち着いていく加減はしない。突きやれろ。弱点に命中。捨て加減はなしだ。全力を尽くします。ユーファ外せるんかな。外せた。お願いします。真打ち登場よ。油断もヒーラー。
頑強な敵だ。攻撃回避、やるじゃない隊長。ウィザード風よ、弱点に命中。はぁ、まあ、当たらないだと。ブリースト、なんでだよ。浄化、やった。あとは本体を倒して。結局ドラゴンも倒すん。よし、片付けるか。この敵は力押しじゃ勝てないよ。ヒーラー、ロック様、あとを頼む。ドラゴンは倒さん戦いかと思ってたわ。ユナ、能力低下。ウィザード、危ない、気をつけて。トドラ、まだ耐える。貴族として責務は果たすさ。覚悟はいいか。凍らせてやると思ったより耐える。すぐ楽にしてあげる。重なってる。ブリースト、光、根性あるじゃない。仲間の意味、王者の力よ。強化する。ありがとう、さすがだな。感謝するわ。毒か。体調が猛毒状態。このままじゃ体力が減っちゃう。これなら。財の力は強大だ。時に剣にも勝る。攻める。それ、しまった。歌姫の華麗な舞台、やってやるんだから。安心して。頼りにしてる。恩に着る。助かった。やられた。使わせてもらおう。無理するものではない。ありがたい。本物の神髄を見せてやる。使うよ。歌姫、奇跡の復活ってね。さて、どうするか。悪は正す。すぐだ。王者の魂はここに。ありがとう、恩に着る。すまない。まさか。ヒーラー、これで備え。頼りにしてる。ありがたい、助かったわ。本物の神髄を見せてやる。これは感謝するわ。財の力は強大だ。王者の力、この身に宿れ。今ブリースト、私に任せなさい。ありがとう、恩に着る。もう無理やのに、なかなかしぶといな。だけな。巫女の心臓。よし、いいぞ。また強くなったよ。ちょっとは運も上げる。力がついたな。成長したか。強くなったみたい。ドラゴンが。この武器をルイに渡さなあかんの嫌なんだけど。竜神エトマ、ご神体に戻られました。伝承では竜のお姿よりこうして宿っておられる時にこそ
真の堅牢をお示しになるとか、今が本当のお姿ということですね。里に伝わる秘宝、神器、竜神の槍です。あの錆びた槍がまるで輝くようだ。ドラゴンは動物じゃなく純粋なマグレの産物。姉さんの研究当たってたんだ。皆さんの言った通りでした。災いの源は竜神様の怒りじゃなく、やはり神殿を中心とした強化現象だ。さっきの人間のせいかもしれん。考えてみれば強化の中心には決まって人間がいるな。人間が引き起こしてるってこと？私はそうではない気がします。あの怪物、目と耳を自ら塞いでいるような姿、まるで自分たちムツタリ族を見せられているかのようでした。外の世界をむやみに拒んで、無知の不安に負け、災いの度に竜神様という都合のいい答えに決まってきた。宗教ってちょっとその側面あるよな。神殿をおかしくしたのは私たちの、わからんことは神罰だとかな。心こそがマグラを生み、魔法を作り出す。私にも目覚めたこのアーキタイプという力。現代の宗教の人にそれ言ったら怒るんだろうけど。あれはもう一つあったなんて。これまで知られていなかった壁画か。聞いていた巫女のありようとは随分違うな。ドラゴンに乗って戦っているように見える。もしかしてこれが巫女の真実なんじゃないか。里の災厄を鎮めるため命を捧げる、本当はこういうことなんじゃないのか。竜神様の宿る神器がなぜ壺や棺ではなく武具なのか、思えばお兄様はよく不思議がっていました。私たちは間違えていたんですね。いいえ、知ろうとさえしていなかった。風評に命をかけていたわけか。現実とは酷だな。いいえ、むしろ救われたのです。この命の正しい使い道が分かったのですから。ありがとうございました。帰りましょう、里井。皆さんはことが済んだら槍にご用があると言っていましたね。この槍はユーファのものだよな。そうだけど、そっか、もう手放すわけいかなくなったよね。どうしよう。手放すことはできませんが、代わりに今の感じ、まさかさっきの人間死んでいなかったのか。水に入る音がしました。この水路は海へも通じています。もし力を取り戻すために獲物を求めているとしたら、この辺で人のいる場所など里しかあるまい。ゆったり帰るってわけにもいかないようだ。追いかけるぞ。魔法で帰るんだよね、当然。走って帰ってきてるやん。化け物だ、化け物が里を。姫、やっぱり来てるみたいね。弟、お前ら帰ってきたか。
実は巫女様は無事みてえだな。当然だ。それよりそうだ、人間が出やがった。兄貴が今里の連中を高い場所へ逃がした。兄貴、あいつがか。意外だな。素直じゃないの、知ってるでしょ。巫女のユーファジアです。避難の手助け感謝します。引き続き。おお、巫女様、巫女様だ。ユーファ様、お救いください。どうしようもねえなこいつら。おい、避難しろっつったろ。死にたくねえならやることやれ。巫女様、儀式はどうなされたので。竜神様のお怒りは。まさかやめてしまわれたのですか。そんな、我らはどうすれば。無知は罪だよな。竜神へとはここにおわします。我らの守り神として。心配しなくても、儀式なら今から始まるとこよ。何百年も忘れられてた本物のやつがね。巫女として命に変えても、私が災いを退きます。 おい、ジョーちゃん戦うのかよ。バジリオ、怪物どこ。いいだろう、今度こそとどめだ。 MP 回復してるよね。え、でか。行きましょう。そうですか。そしたらどうしようかな。まあ、回復一人は確実に入れるとして、風なんかな。まあ、風と信じてストロール。どっちでもいいよな、これは。灰ザメがあれ持ってるんやな。今こそ真の儀式を体現してみせます。私と皆さんの力で。どうしたと思ってたのに。王者の力よ。六円、この力で。風よ。風じゃなくなった。それならそれで探るだけだな。私だってやれます。私だって。違いますね。竜神なんとかが使えるようになりましたって出てたけど、勝利のために。竜神召喚か。なるほど。この技では行きます。この力では強すぎる。払います。強えじゃねえか。何してるんだ。文字送り早いな。この敵は力押しじゃ勝てないよ。え、変わったから弱点もわからんなったの。ヒーラー、オムラ。加減はしない。普通に攻撃は入ってるな。氷を引かない。それ会長のリーダー妨害してる。攻撃を受けると高いよ。消えてないのか。このままじゃ。ってる隊長が狙われた。敵の攻撃が狙いちゃう。くそ。ユーファの体力が少ないよ。回復してあげて。使いこなしてみせます。皆さんと一緒なら。頼んだよ先生。出番です。先生、先生かっこよいフォルムしてんな。無断使わせてもらおう。これでどうだ。感謝します。オンに切る。大丈夫、この力で。炎よ。これでまた変わるんだな。ダメな私。
ラティラ、ここでおしまいなの。不安でこんなもん消化しちまった。仲間の命は王者の力よ。助かったよ。ありがとうございます。ありがたい。本物の真髄を見せてやる。やっぱりそうだな。ウィザード、また適当にやるしかねえか。こんなことでは。やっぱり不安で弱ったユウマさんに言われたの。敵の攻撃やっぱり無理なのか。不安かけどなくなったな。リーラー、凍らせてやる。お覚悟を。様子を見ました。勝利のために。あれない、氷はねえのか。もっと違うやり方があるはず。ごめんなさい。さあ観念せよ。頼りにしてる。助かりました。オンに切る。恥ずかしい。氷は氷ときたな。で、風を使ってきている。悪はただす。雷、往生際が悪い。全使いこなしてみせます。皆さんと一緒なら行け。まだ健在です。よし、参る。治癒の力を。ありがとうございます。さすがだな。この力で。とどろ、まだ耐える。手加減はなしだ。思ったより耐えるな。私で力を合わせましょう。やれ。勝った。ムツタリの未来のためにもあなたを撃つ。はあ。したな。よし、成長したぜ。成長したか。どうやら成長した。力がついた気がします。これで一件落着だな。皆さん本当にありがとうございました。いやー、すごかったな。イランもそこそこにして見に来た甲斐があったぜ。ユーファ、その力は。きっと大昔の巫女様たちも持っていた力です。この方々のおかげでその事実を知りました。生贄の伝承そのものが間違いだったと。まあけどユーファは連れて行くけど、この島パニックならんかな。巫女が命を捧ぐとは災いと戦うということ。だから神器は槍なのです。証拠といえる壁画が祭壇にあった。多分この里の壁画も本当は生贄を描いたものじゃない。お前ら神殿の中見たんだな。何があった？聖教に不都合な遺品とか。聖教のやつに言うかい。遺品？比較にもならないわ。あれは旧世界都市の遺跡よ。私たちの歴史より前に別の歴史があった証拠。そりゃ聖教も兵隊を送れないわけよ。あんなの見たら信仰心が吹っ飛んじゃう。教えが作り話だっていう証なんだもの。なんてこった。でも私たちの方も過去を正しく継いできたのかと言われれば残念ながら違うでしょう。里を救いたいと心から願ってきました。でも私は願っていただけ。ユーファ様、思いが先にあっていいんだぜ。覚悟だと思っていた気持ちもどこかで償いにすり替わっていたのかもしれません。兄上が出て行った日も、父と母が命を落とした晩さえ、私は
ただただ巫女として願っていただけでした。何か行動を起こしていれば変わっていたのかもしれないのに。これから変わればいい。何しろお主はまだ生きている。一人で背負わず支えてもらえ。人生は長い。我らで支える。生贄なしで。それも神殿に描かれたことなのか。本当に教えの真実なのか。いい加減にしろ。壁画だの教えの真偽だの、巫女様がそんなことのために戦ったと思ってるのか。守りたいからだよこの里を。私はあんたをな、支えたいって気は起きねえのか。妹を救う約束、しかと果たしてくれたら感謝する。そして今ならばはばからずにこう言って構わぬ。なんか分かった気がする。怪物を倒したから京都が収まるんじゃない。きっと人の心が不安に勝つからなのよ。認めるしかねえな。俺たちは最初から犠牲ありきと思ってた。なのにあいつら、槍も巫女も里の連中まで味方にしちゃった。ただしルイとは相入れないんだよな。大事なのはルイ様のためになるやつかどうかだ。実力さえあれば生まれが問われない世界、俺たちの願いだろ。けどそれって弱いやつを助けねってことか。兄貴も島の連中逃がしたろ。弟は混乱している。グローデルの剣だってあいつらの強さなら汚い手は必要ねえ。もし挑まれて正面切って負かしたってんなら。話は終わりだバジリオ。俺たちが今やってるのは形を変えた戦争だ。迷えば死ぬ。兄貴、このセーブの仕方久しぶりだな。そいつが目的の槍か。ジョジャ、貸してくれるのか。そのお話ですが、残念ながら槍は手放せません。ユーファごと行くって話か。私が皆さんにお供するということではいかがでしょう。それはええけど、その後ルイのとこ行かなあかんなるのかな。怪物が消え、マグラの乱れは目に見えて晴れつつあります。島に災いが降りかかる心配は。連れて行くのは花から連れて行くつもりだけど。なら外の世の中を知ることが里を守る巫女のすべきことだと思います。それに槍をあなたが持つことになると、せっかくの魔法が消えてしまって不便かと。魔法が消える？槍を近づけるとあなたを守るように包むマグラの流れが消えるのが見えます。槍の力でしょう。待て、守るように包むってまさか王の魔法のことを言ってるのか。この槍で殺せるのか。どうしたストロール、血相を変えて。ヒルケンベルグ、察しが悪すぎる。ちょっといいか。竜神の槍で試したいことがあるんだが。みんな見たな、えらいことだぞ。確かにドラゴン丸々一体分のマグラを宿すにしては割と普通の槍だなって違和感あったのよ。やっと納得した。あのすまん、ゲート来てないんだ。察し悪すぎる。剣で受けたとはいえ攻撃できただろう。候補者を
間違いない。この槍には王の魔法の庇護を打ち消す力がある。兄弟どこにおるんだ今。どんな候補者でもこの槍があれば殺せる。ルイの不気味な余裕はこういうことだったんだ。あの兄弟が不在でよかった。まさかこんな秘密が。本当に不在か聞かれてるんちゃうか。やれるかもしれない。あの日グライアスがやり残したことを。いや今この話してええか。俺たちでルイの暗殺か。言葉にするんじゃないよ。俺たちの当初の目的だ。命を狙う。しまった、ユーファの前でここまで喋っちゃ。ユーファはもう仲間だぜ。構わない。槍の秘密を俺たちが知ったことは里の人に対しても黙っていてもらう必要がある。わけも言わずに頼めることじゃない。私の方こそ同行をお願いする立場です。共に背負わせてください。綺麗事ではないものも。まったく叶わないわね。だが暗殺といってもどこで狙う。槍は献上しなきゃならんぞ。兄弟も見逃すまい。また忍び込むとかは無理よ。前は人が出払った番を狙ったのにそれでも死にかけたわ。今度こそ助からない。槍を渡さずにルイを狙う方法か。何かいい考えない？っていうか、いやどれも無理そう。そもそもさ、王の魔法がなかったところで現時点でルイに勝てんよな。まあどれもダメそうだから一番上を。偽物を献上しよう。バレる。偽物か。確かに槍はずっと神殿にあった。いかにルイでも初めて見る品の真贋を見抜くのは簡単じゃないか。兄弟も騙さなあかんねで。それ簡単に言うが用意できるものか。見た目さえ似てりゃいいってんなら、ま、やれなくもねえぜ。偽物で話が進んでいる。ものづくりに精通してるだけあるな。十分だ。できるだけ成功に頼む。ユーファ、槍の使い道分かったと思うけど本当にいいのね。もとより生贄になることも覚悟した身です。すべてを聞かせてください。そうだよな、聞かせる前にどうするか聞くのはフェアじゃないよな。腰を据えて話すしかなさそうだな。兄弟を誰か見張っとけい。王子様は生きてらしたのですね。殿下ならばきっと正しい未来を作れる。私の夢物語と笑われるかもしれないの。私は王子様を知りませんが、皆さんを見ていればむやみに他者を排除する方でないのは分かります。問題はその王子を呪った大逆人類をいつどこで狙うかだな。偽物で欺くって決めたんなら答えは一つでしょう。聖教祭よ、神器が集まるんだからちょうど紛れるわ。ルイがフォーデンを聖教祭で撃つと決めたのも同じ理由だろう。神器の奉納は確かアルタベリーの歌劇場だったか。いっそ私が歌ってる最中がいいかもね。誇りにかけて観客全員の目を釘付けにしておいてあげる。私にも私の民を守るため運命に立ち向かう時が来たのでしょう。ちょっとユーファにとっちゃいきなりだよな。これから生きる意味を試されるのかもしれません。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。行きましょう。槍の力、それにユーファ、いい流れね。あんたも意外と王子みたいに人を引きつける力があるのかもね。けど生きる意味か。そういうの興味持ったことなかったけど最近時々考えちゃうのよね。妖精にもあるのかな。
意味はきっとある。そうだね、そう信じたい。あんたといれば見つかる気がする。3枠に増えた。私はこれから兄に旅立ちのことを伝えてこようかと思います。なら我々は宿で休むとするか。ここの寝床は狭くてかなわんしな。あの狭さこそが癖になるんだがな。ま、いいけどよ。さて。いや、そうだな。ちょっと神殿の探索が中途半端になっちまったけど、少しお邪魔しますね。どうしたの？こんな時間に。兄がもう休んでいたので伝えるのは明日にしようかと。でも考える時間ができてしまうとなんだか緊張して。自分の口で言えるか。ここで人を頼るようでは旅なんて。大丈夫です、兄の方が先に出て行ったくらいですから。その本は？こいつの愛読の本だ。幻想小説といった感じだな。幻想？どんなお話です？それは。こことは別の世界の話だ。別の世界？まるで私にとっての島の外の世界ですね。誰もが平等で争いの存在しない、かつての陛下が夢見た世界でもある。正直私には想像もつきません。島の歴史と競技のことしか知らないので。陛下は結局ダメだったんだよな、目指したけど。あの、ちょっと読ませていただいてもいいですか？毎回続きを読んでくれる。すごい。この世界には種族の違いがないにもかかわらず、たくさんの宗教が存在している。それはつまり信じられる教えが様々な形で存在しているということだ。なるほど、この世界の人は信仰が自由なのですね。誰もがどんな神を信じてもいい、何を信じてもいい。聖教の教えとは正反対ね。はるか昔、かつてこの世界にもたくさんの教えがあったといいます。たくさんの神が崇められ、人々はそれぞれの不安に立ち向かっていたと。確か神殿の壁画にもたくさんの神がいるような様子が描かれていたな。ええ、あの壁画はこの世界の成り立ちを説明しているものだと。だが最後には戦争で滅んでいたな。あの世界は理想郷にはなり得なかったのか。自由であるがゆえ争いが起きたということなのでしょうか。ある意味警告なのかもしれませんね。我々は我々でこの世界に根ざした新しい理想郷を目指し、仲間と活動を広げていく必要があるのかもしれません。ユーファいきなり目が開いたな。きっとそれが己の理想を導く力の使い道だと思うから。何事も恐れず、しっかりと前を向いて歩いていくために。神王が決する日にまた一日近づく。
これ。ありがたいね。失礼します。ユーファ、それに皆さんも。何か。お兄様、折り入ってお話が。私は今まで何も分かっていませんでした。教えの真実だけじゃない、父と母やお兄様の気持ちさえも。巫女として里を守るために私が一番すべきことは知ることだと思い至りました。お兄様、どうかこの方たちと旅に出ることをお許しください。旅か。お前がそれを言ってくる日が来るとはな。旅のこと、自分からも頼みます。私の旅はしきたりから逃げるだけの旅になってしまったが、もっと早く見つけるべきだったな。志を共にできる仲間を。いいだろう、その目で世界を見てくるといい。花向けに、ユーファ、お前にこれを託そう。あれ、槍があるのに杖を。母が使っていた尺状だ。母はこれを手に時折島の外へも教えを広めようとしていた。形見の品があったんですね。ありがたくいただきます。さて、時にユーファ、お前は島の外で自分をどう名乗る。どうとは、ビルガ島の巫女ではいけませんか。そう、外の者にとって我らは島の民。我々自身も島の名前しか持たず、ここを里としか呼ばない。名前がいらなかったのさ。長く外界を拒んできた我らには内と外の二つの世界しかなかったからな。だから私は、正しい教えが取り戻された祝うべき今、この里に名前をつけたいと思う。里に名前を。お前のおかげで竜神は紛れもなく里の守り神だと分かった。だからこう呼びたい。竜神エトの都、エトリアと。いつかこの地に世界の人々が行き交い、都の名にふさわしい土地になってほしい。私の夢、幻想だな。私にも望む世界というのが見えた気がします。そのためにも皆さん、改めてよろしくお願いします。君らはアルタベリーに向かうんだったな。潮の流れに気をつける必要はあるが、十分間に合うだろう。もしゆっくりできる時間があれば、何もない島だが、せめて楽しんで行ってくれ。何日あるんだ。さて、ルイとの戦いに備えろになっちまった。なのか。そうなんだ。大丈夫です。あの、ありがとうございます。いきなり時間使っちまうか。まあいいけど。エトリアとはどこも違いますね。すごいです。あれ、もしかして王都の方々は大家族なんですか。どうしてそう思ったの。サンルメオ中央通りということは、通りに住む人は全員サンルメオさんでしょ。島では住んでいる人の名前がそのまま場所の名前になるので。あ、違うんですか。ごめんなさい、変なことを言ってしまって。ユーファ。お兄様、
知らないことは恥ずかしいことじゃないんだぜ。彼に外のことを教わっていたんです。知っていけばいいんだぜ。世間知らずのままじゃ皆さんに迷惑だと思って。外で生きるのは不安かい？少しダメですね。自分で決めたことなのに。不安なのが当たり前だ。そうだ、無理もない。私だって島を出た時は足がすくんだよ。お兄様が？誰だって知らない道を行くのは怖いさ。それは自らの力を正しく理解していないから。七八割は未知だからな。ユーファにも時が来たのかもしれないな。丸の場の試練、ユーファは聞いたことがある。彼の地には淀んだマグラで育った奇妙な怪物。怪物は戦う者の不安を映した姿で現れ、打ち勝った者に証を与えてくれる。かつての私はこの試練で多くの者を見た。証はきっとユーファに新しい力をもたらしてくれる。今のお前には心強い仲間がいるだろう。あそこには先人たちが蓄えた財宝や上物の武具が眠っている。新しいエリアが。だから挑むだけの価値はあるはずだ。ここを立つ前に力を試してみる。でも私に乗り越えられるでしょうか。ユーファ、一緒に頑張ろう。あの孤島は年中悪天候に見舞われています。ですから悪天候嫌だ。どんな脅威が待ち受けているか。大切な妹を無策で送り出しはしないさ。なんだと。悪天候のことは一つ考えがあってね。頼むぜ、リン。私と彼を信じてみてはくれないか。ユーファは試練のことだけ考えている。わかりました。もし私に未来を進む力があって証をいただけるのなら願ってもないことです。その意気だなら出航の前に私のところを訪ねてくれ。君たちを無事に送り届けたいからね。重要な依頼だ。6.5 か。1日かかるやないかい。よろし。迷宮か。不思議ですね。あなたが一緒だと思ったら勇気が湧いてきました。この試練は次なる一歩です。だから私と一緒に戦ってください。でもさ、そこ長い間ほったらかしなんでしょ。マグラの影響強くないといいけど、くれぐれも準備は怠らないようにね。酒場か。さて、すぐに行こう。そして武器防具屋がセールだ。教えてほしいか。